テオドール・ベルケルマン1940年、ルクセンブルクにて。ベルケルマンと親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラー・テオドール・フリードリヒ・ビルヘルム・ヘルマン。ベルケルマンは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将及び、警察大将。愛称はテオ。当時、ドイツ帝国領だった、ロートリンゲン地域、メッツ郊外のマルティンバンに、 税関職員の息子として生まれた。この地域は現在フランス領である。スイスのギムナジウムを出た後、エルザス地域の実家学校と上級実家学校を出て、1913年にアビトゥアに合格した。同年、軍に入隊。第一次世界大戦では、不評連隊に属して、東部戦線、南東方面、西部戦線と転戦した。 予備役賞位まで昇進。一級鉄十字賞と二級鉄十字賞を受賞。また二度負傷しており、戦勝賞黒賞も受賞した。一次大戦の敗戦後、ドイツ義勇軍に参加した。その後は、炭鉱夫や石膏、保健代理店の事務員、体育教師などをして働いた。1929年5月1日に、 国家社会主義ドイツ労働者等に入党している。1930年から1931年にかけてはカナダの農場で働いた。1931年3月6日、新衛隊に入隊した。1931年6月から突撃隊に移籍したが、1932年3月6日には新衛隊に戻った。 1933年12月には、新英隊地区6の地区指導者となる。1936年3月29日に国会議員となる。1936年4月1日から、フリードリヒカール・フォン・エーベルシュタインの公認として、新英隊上級地区、エルベの地区指導者となる。1938年6月28日からは、エルベ新衛隊及び、 警察高級指導者も兼務。両職とも1940年4月20日にウードフォン、ボイル氏と交代した。1940年4月20日から同年7月9日まで、新英隊上級地区、西指導者と西新衛隊及び警察高級指導者に就任。 1940年7月9日から1943年11月9日まで、ライ,ンイコールウェストマルク新衛隊及び、警察高級指導者と新衛隊上級地区、ライ,ンイコールウェストマルク指導者に転じた。また1943年9月11日から、死去まで、バルテッ新衛隊及び、警察高級指導者を務めている。 1942年1月30日に、新衛隊大将に昇進している。1943年12月27日、バルテ新衛隊及び、警察高級指導者の任のため、当然に赴任していた際に、脳腫瘍により死去した。出典出典ミラー、P109 ミラー、P113。ありがとうございます。